大阪メトロは、2025年の大阪・関西万博に向け、水道筋線と中央線の合わせて15駅のリニューアル事業を進めていて、今月7日、新たに9つの駅のデザインを発表しました。それぞれの駅の地域性や歴史性が意識されていて、海をコンセプトとした大阪港駅では、新たに展望デッキを設け、クジラの塩をイメージしたシンボルを設置 大阪城が近い谷町4丁目駅では、ジャポネスクをコンセプトとし、金色も使った和のデザインに。一方、淀屋橋駅では、長年親しまれてきたシャンデリアを活かしながら、重厚感ある石材なども使い、伝統と格式をモダンに表現しています。一連の駅リニューアル事業は、万博開幕前までに完了する予定です。